桃田今から大富豪やるの？でも私桃田のときめき持ってるんで。桃田のときめきね、本当に偶然、あ、偶然本当に偶然ね、桃田と会ったよね、台風の日にね。台風の日に大富豪あったよね。かわいい桃田、お厄介だって。桃田もうそう、桃田の、桃田は娘なんで。そう、偶然ですね、偶然でしたね、あれは。桃田大体持ってる、すごっ。ココナのきらめき持ってる。私は持ってます。だって桃田の妹が冬っぴなの？じゃあ私も冬ちゃんの親じゃん。あ、山でやったんだね。え、そう、いろいろあってやってるまだやってるね。早く練習しなきゃ。ときめきはノルピーさんと愛しか持ってないです。だって私はね、桃田とキミちゃんと青海とえなちゃんとココナと外加穂さんと琴乃さんとマリンさん持ってます。ココナはきらめきいっぱい。なんか無理やり会った人もいれば、たまたま会った人もいる。めっちゃ持ってるやんって。そうなんですよ。であとさやかちゃんのパパも会ったことある。この間ルーさんのママに会った。あれ多分ルーさんのママだった。ルーさんのママのときめきは、あ、でもルーさんのママにのこと見合いを壊されちゃった。あ、もう無理だ。いいなときめき欲しい。天の声さん、ルカママと父父も自分もありましたって。有名なんだね。あー、やっということで、じゃあ今から今から、じゃあ今何分ですか？この後根貝さんの配信始まるんだって。さっき根貝さんと一緒に練習した。4分、じゃあ10分に、10分ぴったりにショールームじゃない、10分ぴったりになんだっけ、大富豪やるんで、一斉のでやってくださいみんな。じゃあ10分と10分と15分ね。大丈夫かな。10分00秒と15分00秒に大富豪するから、みんなもやってください。ということで、長い時間お付き合いありがとうございました。2019年最後のショールームでした。今大富豪だっけ、なんだっけ、今は多分大貧民か、なんだったっけな、でも大富豪じゃないと思う。大富豪じゃないから、多分大富豪、じゃあ大富豪だったら会える、多分。じゃあ偶然会いましょうね皆さん。2019年も楽しかったです。ありがとうございました、見てくれて。じゃあ10日じゃない、10分と15分に会いましょう。よい私をブログ読んでください。あの
あとブログと、あとあのトースポさんの高須先生との対談みたいなやつも見てください。トースポウェブみたいな。あとチェキも応募できるので、ぜひぜひ3人当たります。返信待ってます。メール、じゃあ大富豪しようね。やや年をまた来年会いましょう。あさっての公演も見てね。バイバーイ。あと10秒で切ります。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1